2023年11月8日ザ・ヒーナキャットのぷぷぷぷアープのお時間でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はザ・ヒーナキャットのぷぷぷぷアープでございますが、喋らなければいい女の皆様と一緒にお届けしたいと思っておりますよ。メッセージ、ご意見、ご感想等はひーちゃん .radio@aol.com hichan.radio@aol.com までお待ちしております。本日も最後の最後まで震えてお楽しみくださいませ。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ひーちゃんでございます。絶賛福岡のホテルの中で急ピッチにラジオの収録をしているところでございます。ということで、まだこのねラジオの放送されている時はライブが終わったぐらい、まだ真っ最中なのかな。まだね、先週お家を出てからまだお家に帰っていないという状態でございますが、皆様はこの1週間何してらっしゃいましたか。私は一生歌っておりましたという感じでございますが、美味しいものをたくさん食べて帰ってきたツアーになれたらいいなと思っております。というわけで今日はねメンバーがいるのでいっぱい喋っていきたいなと思うので、1曲もう早速聴いてもらおうかなと思っております。昨日配信が開始されました喋らなければいい女のパクトという曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。喋らなければいい女でパクト。
ザ・ヒーナキャットと申します。水曜日9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットのププププアーブ。はい、本日は喋らなければいい女の皆様に来ていただきました。こんばんは。今聞いていただいたファクトという曲なんですけれども、はい、なんと、はい、マリーちゃんが作詞をしております。はい、初でございます。初でございます。初でございます。これを聞いた時にすぐ書けましたか？でもテーマはなんか一つ決めておこうかなと思って、あの、はい、内面のことを書きました。心の内ですか？あんまり、ね、詳しく解説するとね、なんか、そうなんだって思われちゃうから、なんだろうね、でもいろんな解釈をそうなんか、ね、していただけたらいいなと思っております。はいはい、そしていきなり音質が下がっているかと思いますが、はい、4人で iPhone で撮っているのでご了承くださいませ、はい、ということで、11月の2日から、ツアーに回っておりますが、どうでしょうか？どうでしょうか？今のところめちゃくちゃ熱量の高いね、はい、すごいね。2日にお家を出て、今2、3、4、5で5日なんだけど、4日間まるまる一緒に過ごして、4人部屋でね、思いますが、お風呂もね、順番通りに入ったりして、どれが一番今のところ印象的？何、ライブ？まあ、全部含めて、ご飯も含めて、朝一エクササイズが全部ね。なぜか TikTok をなんか更新しないと いけないかなじゃないけど、なんかやった方がいいかなと思って、最近エクササイズが SNS で流行ってるらしいですよ。なんかハッシュタグダイエットみたいなさ、で100日後に、なんとかのワニあったし、死ぬ、死ぬワニ、死ぬワニが流行ったじゃん。そうで、それを多分タグつけて、なんか100日後に痩せるなんとかとか、100日後になんとかってなんか流行ってて、やろうと思って巻き込んでおります。はい、巻き込まれております。絶対筋肉痛でもすごいよね。すごい。しかもさ、映ってるのは2人だけど、他2人もさ、やっとやってるからね。やらされてるから。太宰府行ってきたんだけど、階段が苦痛だったの、本当に。意外に歩くっていうね。太ももが一番疲れるなっていう印象です、今のところ。そうですね、来てますね。腕とかはね、そんなでもない。そんなにエクササイズは動かしてるからかね。まあドラムもギターもだけど、足は動かないもんね。痛いね。そしてこれからご飯を食べに行くんですけど、ちょっと福岡は、食べたいものが多すぎて、悩みに悩んだ結果、一応水炊きに行こうかなと楽しみだね思ってるんですけど、本当は何が食べたかったとか。あ、でも水炊きも食べたかったし、柚子胡椒食べたいし。柚子胡椒って福岡のなの？福岡もなんか有名なやつ、九州地方は有名なんじゃないですか、柚子胡椒が。もつ鍋食べたいし、明太子食べたいし、柚子胡椒って大体ついてきそうじゃない？なんか頼んだらね。あとごまさばでしょ。そう、ごまさばね。ありがとうございます。ごまさばって生？生だと思う。生だよね。生って聞きましたよ。生なんだ。生で食べれるさばだよね。聞きましたよ。さばは足が早いからね。ああ、じゃあ本当に、じゃあ美味しいんだ。新鮮なんだ。私さ、この間さ、普通に居酒屋さんに行って、魚が泳いでる居酒屋さんあるじゃん。一匹も分かんなかったの。さすがに、なんかウニとかさ、ウニ泳いでないし、フグとかは見たら分かるけど、アジとかさ、アユはいないけど、川魚。全然分かんなくて。で、サバも焼いたのしか知らないから、ごまサバ赤いのよ。あ、そうなんだ。色は白なんだ。そうだから、あれと思って。だから漬けてあんのかと思ってたの。何かにね。そうそう、漬けマグロみたいな。え、でもサバって白身だったの？そういう色だけど。そうだよね。じゃあなんか焼いてあったら白い。だよね。じゃあやっぱなんか使ってたのかな、あのごまサバは。店舗によってもしかして違うかもね。私何回食か食べたことあって、本当に。ごまドレッシングみたいに使ってるごまさばもあるし、ただごまがかかってるだけのとこもあるしね。楽しみ。今日はどんなやつが出てくるのか。何色でしょうか。何色のが出ているでしょうかね。で、なんか喋ることある？ワンマンについてまず喋るか。
そのね、うん、2024年の1月17日、うん、渋谷の Spotify オーネストにて、うん、喋らなければいい女2周年記念ワンマンライブが行われます。行います、はい、それがね、うん、今回はワンマンチケットを売りたいツアーということで、うん、チケットをね、はい、そう売り回っているわけですけど、はい、でも難しい、売りたいツアーっつってさ、来んだけどさ、うんうん、そっから来いっていうのもさ、すごい難しい。こっちは1回しか行ってないわけじゃない。そう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 、ね、そこでね、いきなりね、平日にね、うん、来てくださいってね、飛行機飛んで来いは難しいよね、うん、まあまあでもなんか、ね、はい、はい、あ、橋ある、ある、ある、ね、そうだね、そうだ、まあ、見てくれて、うん、知ってる人、知ってくれたら、ねうん、いいかなって、嬉しいね、ちょっとでもね、うんうん、見てくれたら、うん、でも結構いいライブしてんじゃない？そう思ってますよ、ね、そう思ってる、40分、40分、30分ステージをやったけれども、うんうん、なんか、育ってるっていうか、育ってる感じがする、うんうん、しかもこの前にちょっとプチツアーがあったね、3日間あ、そうそうそう、新潟ね、それも踏まえてからだから、よりね、うん、なんかまとまってる感じもするし、うんうんうん、あとなんか瀬取りの作り方が少し上手になってる気がする、うん、あ、うん、皆様のおかげででもたっちゃんが一応基本の曲を全部書いてくれて、うんまあ、手直しするみたいな、ね、手直し、手直し、あ、ね、文句ブーブー言いながらこれここにやるのはちょっとどうかともなるこっちのがいいわですね、そうそう、うん、あるんですけども、うん、じゃあ今日は、うん、お題がないのね、うん、で一応毎回お題出してたりするんだけど、うん、先週のお題をちょっと皆様に聞きたいんだけど、すき家と松屋と吉野家どれが好きですかっていうのをやったの、はい、行ったことある全部ある、ある、全部ある、覚えてる味、あ、覚えてるじゃあ一人ずつその推し、推しってか、うん、まあ理由もちょっと含めつつ私はね、うん、松屋ですね、お、味噌汁ついてくる、あ、確かにね、そう、で紅しょうが美味しい、おで、美味しいね、あとね、あのお肉の感じがね一番好きで、あ、ちょ、それはね分かる気がする、牛じゃなくて豚が好きだし、あ、そうなんだ、そう、お、松屋、お松屋、うん、松屋、私はですね、うん、牛丼はやっぱ吉野家が、あ、もう牛丼って感じ、王道ですね、そう、で常に食べる、近所にあるのは松屋だから、うんうん、松屋はよく食べるんだけど、うんうん、なんかあ、やっぱこれだなって思うのは吉野家なの、味、味、うん、でも吉野家の牛丼の方が濃い気がする、そうそう、味は、うん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 、ね、私あの玉ねぎがね許せないんだよね、おー、どういうこと、主張激しくない、吉野家の玉ねぎ、え、そう、そんなだろう、繊維がすごい気がする、使ってる玉ねぎの種類違うんかね、ね、うん、もう まずくはないよ、まずいと思ってないけど、うん、玉ねぎって感じじゃん、玉ねぎ好きだもん、私も玉ねぎ好きだ、じゃあでも食うじゃない、私はですね、うん、一番行くのは松屋なんだけど、あ、そうなんだ、なんかよ、すき家はいっぱいメニューがあって好き、好き、うん、なぜならなんかそのダイエットメニューみたいなのが豆腐となんか牛丼みたいな、ね、なんかいろいろヘルシーなやつもあるから、うんうん、すき家が好きです、私は松屋が好きなんだけど、うん、すき家の紅生姜が一番好きなの、はい、酸っぱいのよ、美味しいよね、松屋は薄味なの、うん、すき家は酸っぱいの、は、吉野家はしょっぱいの、ほんとだからすき家ばっか行ってる、うん、そうそうそう、トッピングが好きだからね私はね、牛丼よりもおろしポン酢が、で、はい、関係ないけど、うん、今日のお題を考えました、何ですか、やめられないこと、バンドマンあるあるやめれないこととかありそうじゃん、あ、なんかドラム座る前にはこれやっときたいとかさ、あールーティーンが、そうそうそう、ベースはこう弾かなきゃ嫌だとかさ、なんかさなんかある、うわ、何かな、なんかピックは削えぐれるまで使うとかさ変えた方が本当はいいのに、うん、なんかもったいないから全部の面削れるまでやるみたいな、それあるわなかなか捨てれない、そうそう、すぐパッツかパッツと、あ、一応その面使うけどね、ピックって捨てる、捨てる、じゃあもうピック捨てないんだよね、なくなるの、なくなる、そう、なくなる、そう、捨てるじゃなくてなくなる、確かにカバンのあちこちとかポケットのあちこちから出てくるんだけど、そういうなくなるのかなんか今日はもうこれ使わないよって言って手に持ってどっかやっちゃう、うん、いつもどこやったっけ、そう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 、あったあったみたいな、そうそうそう、違うやつでしょ、そうそう、ボロボロでしょ、全部のメッキボロボロそう、ね、なんだろう、やめられないこと、あ、でもやめられないことを
それ言ったらスニーカーは絶対。なんか結構いろんなドラマを聞くと、うん、スニーカーじゃなくても全然余裕で踏める人もいるし、ヒールで踏む人もいるし、なんかすげえ硬い革靴で踏む人もいるけど、それでもやっぱり、ね、足の感覚がないと自分は嫌だから、どういう衣装になってもスニーカーは絶対。裸足じゃないんだ。あ、でもね、初期はね裸足だった。なんか豆とかすげえ作ってたんだけど、そうなんだ。あまりにもライブハウスが汚すぎて、そうだよね、足の裏がちょっとそう真っ赤すぎてそうだよね、それはあるかもしれない。いろんなも踏むしね。そうだよね、私裸足でライブやってる人すごいなと思う。うわすごいなと思う。洗って靴下履いてんのかなって思って、ちょっと思ってる。玄関に水道ないと無理だなと思って家のね、いる家みたいなね。確かにね。なんだろう、やめられないこと。弦とかいっぱい買いがち。買いだめってこと。買いだめしちゃう。他のは弦以外でも買いだめする。だ洗剤とかさ、あんましない。あ、それはしないんだ。心配じゃん、すぐね切れちゃうから新弦が、ね、ピックをいっぱい買うの。ピックあのほら作ってるのがあるから、いっぱい持ってもらえて、ね、して。弦全然買わないがち。買わない。やばーっと思って買いに行く。うん、やばしい。買いに行くかも。ライブの前に絶対買えるし。へー、偉いね。何回か使うんだ。何回かってか、まあ、もうずっとそこね。近所のね、ライブは。あ、まあね、まあね、そのままやるけど。そうなんだ。弦はやべえ、あのチューニングが狂うなって。買えて、すぐ買えて。買ってきたら。はい。そのあとは。じゃあなんかある、やめられないこと。やめられないこと。バンド関係ないんだったら、うんうん、なんか結構漫画読むのやめられない。なんか最近バンド関係ないんだったら、アプリで読んだっけ。全然毎日なんかアプリで毎日。それは暇がなくても読んでるってこと。なんかちょっとした隙間になんかあるみたいな。止まんなくなっちゃうな、絶対無理なんだけど。でもなんかその毎日1話ずつ読めますみたいなのを読んでるから、終わったらいいやみたいな。そうなんだ。キーちゃんは私は夜寝る前のホームスケープゲーム。あと関係ないんか。関係ないんだけど、でもやんなきゃいけないことが10個あるとするんじゃん、うん、10個あってもホームスケープはまずまずやめられない。ログインボーナスもらわなきゃいけないし、横になったら、うん、すぐ寝れる日もあるよ、うん、あるけど、とりあえず携帯開いてゲームね、ログインして1回1面クリアして、で、なんかしないけどクリアしちゃうとやめれないの。あ、次ね、まだね、いけるな。次のじゃん。で、1回ダメになると、で、ハートがね、5個あんのよ、うん、4個ぐらいまでやってダメじゃん、うん、で、5個目がダメだったらやめようと思うんだけど、それの時限って1時間無料とか来ちゃう。あるある。そしたら、はい、1時間やろうっつって、そうすると次のハートがさ、補充されるわけ。無限の。やめられない、ね、本当に寝る前しかやらないようにしてる、うん。あ、ずっとやっちゃうからね。そうそうそう、朝起きてからとかはやんないようにしてる。あ、外出かけられないし、うん、風呂も入れないし。廃人。ずっと猫がここでにゃいや、バンドだったらなんだろう、何にもないんだよね、ルーティン。なんかさ、歌う人のさ、うんうん、発声練習もしないしさ、うんうんうん、お酒飲まないとかもしないしさ、うん、瞑想とかしないしないしね、一人にしてとかもないしさ、うんうん、なんか、まあ、他のバンドの音すら聞きたくない人もいるじゃん。いるね、歌う前にさ、何もないんだよね、どうしよう。あ、お腹いっぱい食べるのやめられないかも、歌う前に。ダメだけどね。何時間前までとかあるんだよね。そう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 。なんかこの間ハイファイコーヒーズのさ、うん、マリちゃんがさ、うん、起きて6時間だけ、6時間ぐらいは経ってから歌いたいし、お昼はなんかお寿司ほんと3皿ぐらいでいいんだって、回転寿司行っても。でお腹いっぱいになっちゃうと歌えないからみたいなこと言ってて、すごいなと思って。うちあの日はね、お寿司をたらふく食べてね、すごい食べたし、なんならライブ前に居酒屋行くことあるじゃん。ある。ダメだね、ダメだ、バンドですね。そうですね。最初はそんなことなかった。え、確かに、どうしちゃったんだろう。腐ったバンドマンになり下がってしまった。やばい、とうとう1年足らずで。やばいね。他のギャルバンどうなんだろうね、居酒屋とか行って。聞いたことないよ。行かないし、衣装もさ、いっぱいなんかちゃんと着なきゃいけないやつじゃん、うんうん、みんなちゃんとしてるからね。そうそうそう、それで行くとなんかね、映画じゃないけどさ、うん、そんな風に思われちゃうしさ、ね、うちはなんかズボンだしね、うん、ズボンで。すぐ着替えるしね。そうそうそう。
よくなくはないけど、よくもないよね。それでね、生まれるミーティング、会話がありますから、ね、今日はどういう感じでいこうかなとかね、喋ったりするしね、いいかなとは思ってはいる。じゃ逆に、やめられないじゃなくて、やりたいけどできないこと。はい、寝る前のストレッチ。あー、やりたいけどね、もうすぐ寝る。そんなんいっぱいあるよね。英語の勉強でしょ。 あんまり持ってなかったけど、しかも絶対やらないけど筋トレでしょ。でもやったほうがいいよ ね、 ね、あと早寝早起きね、やったほうがいいね、やらない、やらない人生の3大やらない。あと腹八分目ね。あ、そう、あんまりね、難しいね。気づいたらいっぱいだってんだもんね。すぐもう8から10みたいな。はちゃん、やりたいけどできないこと。早寝早起きは一緒だけどできない、なかなかできない、夜更かし、夜更かしはまず夜更かしやめれないし、最近だとお風呂で寝ちゃうの。もう爆睡してるのをやめたい。危ないね。死んじゃうね。ブクブクしちゃう。狭い風呂でよかった。あ、そうだよね。広かったらブブブブってなっちゃうかもしれない。一回も溺れたことあるよ。え、大丈夫。寝て顔面から行っちゃって、ブクブク。やばい。マジ逆こっち。あ、そうそう。仰向け、仰向け、向け。寝たことないお風呂で。え、眠くなるの？なんだ。なんかしてんのお風呂で。してない、何もしてない。使ってて、スマホ見てる、スマホ見てる、使ってる。ええー、そうなんだ。全然限界値の時に風呂入んないもん。ああ、うん、あ、でも最近はそうだ。うんうん、そうなんだ。何時に寝てんのみんな、大体平均。平均1時。おお、意外と起きてるね。あれだって朝早いタイプじゃない。あ、そうそうそう、ね、そうです、ね、7時8時に寝て、ね、早い方が早い。あ、遅いね。わからない。いつの間にか寝てるか。いつの間にか寝ているか。記憶があるのは10、うん、でも12時、1時とかかな。じゃあ、ほんとそっからパタッと寝ちゃうから、ね。そうそうそう、気にしてるから。いいじゃん。あー、私はね、何時だろう。2時ぐらいかな。うん、でもまあまあ遅いね。でも、朝遅いから。基本19時とか10時ぐらいに起きるから、全然7時間ぐらいは寝てる。にゃんこに起こされない？起こされる。どかす、どかす、どかす。にゃんこは朝4時ぐらいが絶好調なんだ。絶好調だね。ドド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 。うちの猫ね、教育されてるから、朝私が起きないことを知ってるから、もう来なくなった。来ないから、ずっと上に乗って、ずっと圧をかけてる。朝起きたら餌最初にあげるの。うん、お水変えてトイレ掃除して。え、すごい。でもいっぱいいると喧嘩するじゃん。うん、それでも起きない。うん、起きない。朝はあげないって決めてるから。はい、あの、私が起きる時間に。すごいね。でも足ピラフ君がね、足ベロベロ舐めるの。で、すごい舐め方がさ、可愛くないの。もう、ベロンベロンなの。痛いのすごい。安いか起きるけど、待っててね、おやすみって寝る。で、バニーちゃんは、私ベッドで寝てるんだけど、下からジャンプを高さ、すごいすごい高さのジャンプしてお腹に乗ってくるのね。ドサンって。で、いるずっと。で、悪夢を見て起きる。一番いい起こし方だね。何かに追われてるか、何かにされてる夢する。夢するだって。意外といっぱい喋っちゃった。で、今日はちょうど、どこだ、名古屋ミュージックファームのライブをしてる最中か、終わったぐらいに放送されてるんでございまして、次のライブ情報をお知らせしましょうか。お知らせしてください。え、誰が？次はね、11月14日火曜日、新宿のアンチノック。はい。その次が、11月の24日、下北沢レック。意外とポンポンあんだね。うん。こちらはポモドーロさんのツーマンなので、持ち時間も長くなっております。素晴らしい。平日だけどね、どっちも。今ね、西日本ツアー中だから、ここでようやく関東のライブが。そうだね。しかもツーマンですね。そうですね。ツーマンと言いますと、ですね。わぁ、なんかさ、14日のライブも今までと全然違うようなライバーさんだし、面白いなと思って。新しい出会いがあると思うし。で、最近、あんまりさ、
うん、SNS でお知らせしてないんだけど、しゃべこれっていうさ写真がさ、うんうんうん、一応当日限定写真を入れるようになったわけよ、うんうん、そうですね今まではあるものをいっぱい入れたりとか、たまにね、なんかカフェで撮った写真とか入れてたけど、最近はちゃんとその日のライブの日の写真をその日撮って印刷して入れてるので、完売してくれるとそうだね、毎日違うからね、毎日が毎回ねって思っているところです、はい、で、今一番売りたいのはロンティーです。イエスチケットだろうかチケット、物販で売ってるのは特典がついてきて、うんね、6,000円とちょっとね、ちょっとね、ライブに来てる人がさ、6,000円を出すっていうさ、なかなかいつもの、ね、値段とね、そうそうそう、違うし、持ってないじゃん、6,000円を。いや、6,000円あったとしてもさ、そのうちらにかけるお金じゃなかったじゃん、ね、きっと知らない人はさ、うん、だからそういう人にも買いやすいように、うん、E プラスで4,500円で売ってるので、うん、でも入場順は特典チケットの方が早い、うん、早いとなっております、はいはい、うん、なので買ってほしいね、うん、いっぱい来てくれたら嬉しい、楽しいライブで、平日は遠征の方はホテルも安いし、うん、飛行機も新幹線、新幹線かねか、飛行機、ちょっと安いって聞いたので、ちょっと遠方からも来てほしいなと思っております、はい、たくさん喋らせていただきました、はいはい、CM を入れる時間がありませんでした。あ、じゃあ最後に名前多分ね、今言ってないからね確かに帰りましょうかね。私が暗黒のひーちゃんでございました。私はギターの漆黒の彼女です。さすらいのマリーです。いちごちゃんのたつきです。はい、でございます。あまおに勝ったんでしょうかね、どうでしょうそれではまた来週も楽しみに聞いてください。バイバーイ。バイバーイ。お邪魔しました。